いかにも女らしい仕草の一例は、初代レートン男爵、フレデリック・レートンの油彩画、ナウシカ。現代、ナウシカ。1879年頃の作。古代ギリシアで、女神アフロディーテに託して表現された女性らしさ。紀元前2世紀の石像。イスラム世界での女らしさ。絨毯織は、女性の仕事。絨毯織に限らず、織仕事全般が、 女性の仕事。働き者であるということが女性らしいことである。そして人目に触れる場所では肌を隠しヒジャブをかぶるのが女性らしい。画像はトルコ、コニア。よく働くこと、働き者であることが女性らしさだとされている文化圏は多い。畑仕事に精を出す女性。画像はルワンダのもの。 日本の女性も、昔も今も、大抵の女性は、よく働く。ヨーロッパの貴族や、宮廷関係者は、身分制にあぐらをかき、あまり働かず、他の人々から搾取して暮らしている人々なのだが、彼ら貴族、王族などが思い描き、バレエで表現された女らしさ。働かず、着飾って、踊っている女性。女らしさとは、それが、 女性の特性であると特定の和者や特定の集団が想定している固定観念群のこと。男らしさに対地される観念である。女らしさは、文化圏、地域、宗教の教派、歴史、時代、世代、家庭環境、個人の思考などの影響を受けつつ形成され、多様である。同一地域、同一文化圏であっても、時代と共に変化していくことは多く。 ある人が思い描く女らしさも年齢や経験と共に変化していくことは多い。例えば、日本では男は度胸、女は愛嬌というが、これは女性は愛嬌がある方が女らしくて魅力的だ。つまり女性というのは愛想がよくあるべきだとか、笑顔を見せて人に感じよく振る舞う方が女性としての魅力があるという考え方である。一概には言えないが、 要素ごとに文化的に醸成されたものであるとする見解や生物学的際に由来するものとする見解がある。例としては前者を指摘する場合は、しつけや社会環境による人格形成への影響などを指摘する見解がある。後者を指摘する場合は、ホルモンの違い、脳の精査などで性格、成功が規定されている可能性を指摘する見解がある。 文化人類学者などは文化的な面に批准を置いて言及し、生物学者などは生物学的な面に焦点を当てて他の面を見落としてしまうことが多い。いずれにせよ、すべての要素を一般化して説明することは困難である。なお、コミュニケーションの仕方については、デボラ・タンネンやジュリア・ティ・ウッドラによって男女差、女らしさがあることが指摘されている。それが、 相互不理解、相互誤解のもとにもなっているという。詳しくは、記事、コミュニケーションコミュニケーションの男女差を参照のこと。もともと、日本人の大半を占めていた農家では、よく働くこと、働き者が、良き女性、魅力的な女性の要件であった。明治時代から、女らしさは、女性の自然の発露であると述べる人もいた。 あまりに人工的なものはうとんじられていたと指摘する人もいる。例えば次のようなものが女らしさと考えられたフェミニズムにおいては女らしさは強制と捉えられる。文部科学省の外閣団体である財団法人一橋文芸教育振興会と日本青少年研究所は2003年秋に日本、米国、韓国、中華人民共和国の高校生、 各1000人を対象にアンケート調査を行い2004年2月にその結果を発表した。この結果に基づき読売新聞は日本では女は女らしくすべきだを肯定した生徒が28.4%であり他国よりも突出して低いと報じた。また男は男らしくを肯定した人も43.4%と 4カ国で唯一半数以下であると指摘した。なお、上記の新聞記事が引用し、日本青少年研究所が公開している、調査報告書には、単純集計結果と、男女別集計結果が記されている。この報告書における、男女別集計結果によれば、調査対象者と、各項目を肯定したものの男女比は、下記の通りである。 読売新聞2004年2月20日長官の社説は、日本青少年研究所が公開した4、過酷対象の意識調査において、女は、女らしくすべきだを肯定した、日本の生徒が少なかったことなどに基づき、教育界で流行している、ジェンダーフリー思想の影響を見て取ることができる。とし、その社説の最後で、調査結果は、 盗作した論理が広がった時の恐ろしさを示している。と結論付けた。女らしさを主題とした文献を見るには、右の、表示クリック。ありがとうございます。